線で何かを描写することにかけては人類史上最強の感じがしますね。なんといっても北斎はね、あの世界中で知られてるんで、やっぱパロディってオリジナルを知らないと面白くないじゃないですか。そういう意味ではこんなに知られてる、世界で知られてる絵も少ないですよね。だからとてもやりがいがありました。